お疲れ様です。旅から帰ったみたいですね。吉谷さん、桜島久しぶりに眺めてますか？まあ人生も旅みたいなもんで、時には目的地を経由してね、時には行き先を迷ったりとかするもんですけども、じゃあビジネスはどうなのかなってことを考えた時に、まあビジネスってのもね、取引先がいつまでもあるとは限らないんで、取引先が価格を上げてきたり倒産したり債務超過になってみたり、逆に取引先の景気が良くってそれに引っ張られて受注が多くなって連鎖して儲かるようになったりとかね、まあ変化に本当にいとまがないですよね。まあだから安定を目指すよりも、なんかの不安定を乗りこなす力がいるんだろうなと思いますよね。まあこれは人生全般においてそうだと思いますけどね。暑くなったり寒くなったりするたんびに暑い寒いと嘆くよりも、ピッとエアコンつけてね、涼んでみたりとか、ちょっと薄着になってみたりとか、今いろいろと調整することができると思いますけども、まあそうなるとほとんどのことは自分で何とかできるんじゃないかなとは思いますけども、まあ、そのうちの一つにね、誰かに何とかしてもらうっていうのもありますからね。まあ頼れるときは頼っていきましょう。それじゃあ次回よろしくお願いします。いってらっしゃい。